俺は知らん間に魔王の駒にされてた。クソが舐めやがって。さあやろうか。俺と一対一なんていい度胸だな。一対一が好きなんだ。俺もだ。でも一対一をやる上で、大事にしてることが一つだけある。なんだフェアかどうかだ。もし相手がどこかに傷を負ってるなら俺はその傷を治すか。もしくは俺も同じ場所に同じ傷を負う。それくらいに俺はフェアでいたい。あんたはどう思う俺もそう思う。そうか。じゃあ聞く。この戦いはフェアかもちろんだ。 俺は万全だし、卑怯な真似は絶対にしない。俺はいつでもフェアだ。そうだよな。あんたは卑怯なことをするような人間には見えない。当たり前だ。でも見えないだけだ。何残念ながらこの戦いはフェアじゃない。どういうことだなぜなら、俺は死んだら終わり。でもあんたは、死んでも蘇る。なあ。これのどこがフェアなんだ教えてくれ。いや別に今回の戦いにおいて、フェアな勝負ができないのは分かっていた。だから別に良かったんだ。でもあんたが自分でフェアだと言ってることにびっくりした。 面食らって寒気がした。してんのり、あんたは気づいてないようだが、この戦いは全くもってフェアじゃない。死んでも魔王様が生き返らしてくれる。どんな怪我をしても魔王様の魔法で元通り。だが俺たちは違う。命は一つだ。一回きりだ。これがなくなったら終わりだ。戦いの中の緊張感はあんたの火じゃない。死ぬ覚悟の重みが違う。戦い中によぎる死の恐怖でいつも通り体は動かない。それでも戦う。精神を落ち着かせ。俺たち冒険者はそんな状態で戦ってる。教えてやる。 あんたが今まで殺してきた冒険者との戦いは、全部フェアじゃない。あんたはとんでもないハンデをもらって戦ってきたんだ。してんのり、お前は自分が殺してきた誰よりも弱い。そして卑怯だ。いや、そんなことはない。俺は蘇生なんかなくても負けない。本当だ。あんたがなんて言おうと、死んでも蘇生される奴が何か言ってるとしか思えない。全部薄っぺらく聞こえるんだ。本当だ。どうしたら信じてもらえるどうしたらいい知るわけないだろう。今更何をしようと、お前が卑怯な手を使って、殺してきた人たちの命は返ってこない。 分かった。じゃあ、魔王様にはもう、俺は蘇生しないように伝える。そんなことをしてもダメだと言って終わりだ。そしてお前は魔王の言うことは絶対なんだろ悪い、この話は忘れてくれ。こんな話お前にしても意味はなかった。幼い子供と喋るのと同じだ。そいつと何を話し合おうと親の一言で覆える。無駄な時間だ。さっさと始めよう。いや、まだ話は終わってない。俺は子供でも卑怯でもない。ああ、そうだな。もういい、やるぞ。俺がフェアに戦うには、どうすればいいおい、もういい。魔王がいる限りフェアになることはない。あんたが何て言おうとあんたは蘇る。 俺は卑怯な戦いはしたくないんだ。いや、それはさすがに虫がいいんじゃないか。今まであんたが殺してきた人間に対して失礼だ。まずは認めてくれ。話はそこからだ。どうすればフェアに戦える <laughs> 正直、こんな話は無駄だ。どうすればいい俺もそんなに賢い方じゃない。俺が思いつくのは一つだ。魔王軍を抜ける。それしかない。でもお前には無理だ。このまま戦おう。分かった、抜けてやる。何俺は卑怯じゃない。